今日のマンチタイムはこれ、サクサクパンダルビーチョコレート。時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふー、マンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはサクサクパンダルビーチョコレートと、かわいいパンダの形をしたサクサクのチョコビスケットでおなじみのかばやのサクサクパンダですが、ファミリーマート限定、数量限定、バレンタイン時期限定でサクサクパンダルビーチョコレートが発売されています。ルビーチョコレートはルビーカカオ豆から作られた美しいルビー色とベリー系のフルーティーな酸味が特徴です。第4のチョコレートと呼ばれ、ここ数年大人気の品種です。そんなルビーチョコレートとホワイトチョコレートを使い、白とピンク色のパンダになっています。その表情は70種類もあるとのことです。わお。では今日のおやつ、パッケージもルビーピンク色のかばやのサクサクパンダルビーチョコレートをいただきます。わ、70種類もあったら、あ、ごめんなさい、マイクに使っちゃった。これ全部出ないですもんね。どんな顔なのか、オープン。これさ、あのカバヤだからカバのキャラクターじゃないんですね。なんでパンダにしたんですかね。そもそもカバのキャラクターでも作ってほしいな。うわー、一番最初に出てきたのがなんで僕なんだよっていう顔した。これ何顔、ちょっと不満顔積んでるみたいな顔のパンダですね。ではいただきます。かわいいです。これは何味って言えばいいんだろう。なんだろう、あの結構バターの味が一番強いですね。うわ、これ何味なんだろう。なんかもうちょっとこうベリー系みたいなね、色からするとね。あ、ルビーチョコレート味そうかルビーチョコレートの味をそもそも分かってないから、え、こういう味なんだ。なんだろう、ごめんなさい、分かんないでもね、あのバニラっぽいのが一番強くて、で、確かにあの後からこう酸味みたいなものが来ますね。思ってたよりなんかクリーミーっぽい味がします。表現できないです。みんな買ってみて、食べてみてください。ワンチタイム、今日はかばやのサクサクパンダルビーチョコレートをいただきました。またこの動画は ZIPFM の YouTube チャンネルにアップしますので、ぜひご覧ください。 ZIPFM77.8